後藤俊弘は、福岡県福岡市出身のバスケットボール選手、指導者である。選手としては主に、ガードポジションを務め、JBL 優勝5回、オールジャパン優勝3回を経験し、1998年に引退した。2000年からは指導者に転身し、2012年には、WJBL ヨタ自動車アンテロープスのヘッドコーチに就任。 このシーズンのオールジャパンで優勝した。他、JBL スーパーリーグ、福岡レッドファルコンズ、B リーグ、仙台十9アーズのヘッドコーチを務めた。周遊観光から中央大学に進み、全日本大学バスケットボール選手権大会、優勝を経験。卒業後の1989年、熊谷組に入社。同期の富山秀明と共に日本リーグ2回と、 オールジャパン1回の優勝に貢献する。熊谷組キューブ後は、いすず自動車に移籍し、日本リーグの優勝3回、オールジャパンの優勝2回。また、バスケットボール男子日本代表として1990年のアジア競技大会、1991年と1993年のバスケットボールアジア選手権、1993年の東アジア競技大会に出場した。 イスズ自動車所属時の1998年に現役を引退した。2000年、W リーグトヨタ自動車のコーチに就任し、就任初年度の WJBL2000 から01シーズン、トヨタは3勝18敗で最下位に終わり、下部の W1 リーグとの入れ替え戦でも日立中、中、救われるズに敗れ、降格した。翌、WJBL2001 から02シーズンは、 W1 リーグ2位に入り、入れ替え戦を経て W リーグに復帰した。2005年、この年より JBL スーパーリーグに参入した福岡レッドファルコンズの監督に就任するが、シーズン開幕を前にした9月、体調不良を理由に辞任し、アシスタントコーチに退いた。この JBL スーパーリーグ2005から06シーズン、福岡は経営難により、シーズン途中で解散した。 2006年、トヨタ自動車のコーチに復帰。2009年 U-19 世界選手権日本女子代表ヘッドコーチ。2009年東アジア大会、アジア大会日本女子代表アシスタントコーチ。2012年、トヨタ自動車ヘッドコーチに就任。2013年にはトヨタ自動車アンテロープスをオールジャパン優勝に導く。 W リーグ2014から15シーズンを最後に退任し、その後カナダやアメリカに留学し、コーチングを学んだ。2017年6月、B リーグ B2 の仙台1 9アーズヘッドコーチに就任。B1 から降格したばかりのチーム再建や若手の育成を託された後藤は、組織的なプレーを目標に掲げた。古藤は守備を重視する戦術を採用したが、 新たに加入した選手は、攻撃を得意とする選手が多く、戦術の浸透が遅れ、全60試合のうち1、4に当たる15試合を消化した時点で6勝9敗と、負け越す。後藤は選手らとのミーティングを経て、それまでの守備重視の戦術から、攻撃重視に転換したものの、主力選手である、オルーアシャオルの故障離脱も重なり、2017年が、 終わった時点で13勝15敗と地区4位に低迷した2018年1月仙台十9 e s s ヘッドコーチ退任ありがとうございます